シャッサン赤です。今回もやっていきましょう。フォートナイト最新情報のお時間でございます。今回はねバージョン 7.20 パッチノートの紹介になっております。こちらの方ねいろいろと武器なりなんなりの変更があったのでそちらの方を紹介していきたいと思います。まずはこちらスコープ付きリボルバーが出てきます。こちらですねスコープ付きリボルバーの情報になっております。こちらレアリティはエピックとレジェンダリーの2種類のバリエーションがあってアサルトライフルの弾を使いますと。でワンショットあたり42と44のダメージになっていて、まあ、いろいろとね、各所の場所でドロップしますよとなっております。42と44って聞くとあーなんかこの数値見たことあるなーって感じた人はね AK と同じなんですよ。ほとんど AK の、武器とねAK というかまあアサルトライフルヘビーアサルトライフルですね、そちらとほとんど同じ性能というか威力になっております。なのでハンドキャノンのヘッドショットでワンパンみたいなそういうことと重ねて見てた人はちょっとね違うかなというところになりますね。個人的になのでヘビーアサルトの方で使うかどうかってなるとやっぱりヘビアサでも全然狙えちゃうのでスコープ付きリボルバーはどれだけのレートで撃てるかってところが今後のねリボルバーとしての役割がしっかり果たせるかどうかっていうところで重要になってくるかなって思いますね。まあ正直ねヘビーアサルトっていうとこう照準をこうちっちゃくするときに結構時間かかるじゃないですか。その時間かかるやつをこのスコープ付きリボルバーだったらすぐパッとねスコープ画面に映ることができてそれで撃てるんだったらワンチャンねそちらの方が良くなったりとかいう形でね思ったりはしますね。なので現状この情報だけではまだハンドガンの中でもちょっとヘビーまあそうだねヘビーアサルトとちょっと同じぐらいのもので、まあ、何発っていうのがまだデータとしてデータというかその情報として出てきてないので、まあ、そちらの方がね気になるところでしょうかね。そしてグライダーの再展開ができる、ね、アイテムが登場しますと。でこちらの方は、枠を取って通常の、ね、戦利品ソースから見つけることができます。グライダーを再展開するために、まあ例えばアイテムとかでね例えばバルーンだったら風船だったらね風船を選択して押して風船が膨らむっていうそういう風になってると思うんですけれどもそういう風なことはいらないよと。そこにもう所持しているだけでグライダー再展開が可能になります。でジャンパとかそういう風なね、X4 から飛び降りた時の再展開でそれが消費されることはないですよという風になっております。でアイテムをゲットすると10個分ねグライダーの再展開ができますという形のアイテムですね。どうでしょうか皆さんグライダーの再展開って聞くとやっぱりこうね敵と戦ってたらまた来たよっていう形になる漁夫がかなり増えるのではないかってね思われる方もいると思うんですけどまあ正直今の流れで言うとねそうですね敵と戦ってて一番厄介なのはやっぱり飛行機忍者ももう激横な飛行機がね来るのでそれと比べたらまだそんなになんかやばいかっていうとそうでもないような感じですね。ただそういう風な落下死防止としてはかなり強いアイテムとなるのではないでしょうかね。落下死っていうのがねまあいろいろとやっぱりこうねグライダー再展開がなくなった今こう上を取った人をね効率よく落として体力にダメージを与えてそして倒すっていう方法があったと思うんですけどももう建築ができる人はひたすら上を取ることが重要となってくるような形になるのがちょっとどうなるかなってみんなの意見がどう分かれるかなっていうところでしょうかね。まあそんな感じでグライダーの再展開の、アイテムを見ていきます。そして武器の弱体化がね一つあるんですよ。ミニガンがね弱体化されます。ミニガンこちらね今まではずっと撃ち続けることができたでしょう。ずっと弾はもう持ってる弾を全て使い切るまでずっと撃ち続けてたと思うんですけれどもそちらの方がね制限が加わりまして6秒でオーバーヒートするようになりました。なので飛行機だとかタレットだとかと同じように
こうね 再起動の時間というか、オーバーヒートしたらちょっと待ってまた打ち続けるためにクールダウンの時間がね必要になってくるというね弱体化措置が加わりました。まあミニガンはね正直最近じゃあそのミニガンでこうなんかずっと撃たれ続けてたことってあるかっていうと意外とそんななくなったような気がしたんでここで弱体化来るんだっていうところでしょうかね。まあそんな感じでございます。なのでミニガンにそのオーバーヒートするっていうそのなんでしょうねオーディオが追加されるという話ですね。で、あとは、まあ、風船がエピックからレアに変わったりとか、スティンクボムがエピックからレアに変わったりとかね、いう形でしょうかね。まあ、スコープ付き AR も、レアエピックからアンコモンレアに、まあ、これが妥当ですね。それでちょっと出現率が変わるってわけではないと思うので、色が変わりましたよっていうところですね。はい。で、興味深いのが、ヘビスナと同じ、スナイパーライフルたちが、弾道があるじゃないですか。明らかにヘビースナイパーライフルの方が弾道、なんでしょうね、山なりっていうか、なんかこう、弾の下がり、落ち具合が違うと思うんですけど、そちらの方が、同じ弾道下がり具合ですよっていうのをね、こちらの方で言ってますね。ボルトアクションだったり、セミスナだったりとかね、あとはサプ付きとか、あと、あれですね、ハンティングライフルとかそんな感じのねものは全部同じ軌道ですよっていうのをこちらの方で書いてあります。で、武器の先制攻撃の精度は氷のような足でもジップラインでも有効ですとなってますね。スコープ付きライフルの、真ん中のドットのサイズがねもうちょっとちっちゃくなったよっていう風な処置もされています。で、トラップの出現率が変わりました、トラップの、ね、出現率基本的に増加の方に動いてます。普通のねトゲトゲトラップが 3.98% から 4.73% に増加しました。そして、ほっこり焚き火が 0.26% から 0.73% に、増加しました。で、ジャンパですね、ジャンパが 0.53% から 0.98% に増加、マウントタレットが 0.8% から 0.73% に減少しました。なのでタレットの減少と、あとその他のトラップの、増加ですね。なのでまあ意外とね焚き火が結構増加割合多いので焚き火とジャンパとそうですねかなり倍ぐらいに出現率が増えているので焚き火に関しては倍以上ですから結構ねこれは嬉しい情報じゃないでしょうかね。そして、ミニポの最大所持数がなんと10から6に変わりました。なので皆さん気をつけてくださいね。デカポ拾うかミニポ拾うか悩んだ時ね、ミニポは最大そうですね、言ったら6個しか持てなくなるんで、絶対デカポの方がいいねって僕はなりますね。ここで、ここでやっぱり6個っていうのはデカポの3つ持ちと同じ回復量なので、僕だったらデカポの方が、回復の例えばミニポだったら上限があるじゃないですか。50以降は回復しないよっていう上限があるんですけどデカポの場合それがないので僕はデカポを取るようになるかなっていう形ですね。これ結構大きいと思います。そしていろいろとね、ジップラインの変更がありましたよ。ジップラインで今までジャンプしてね、向き、例えば上りのジップライン下りのジップラインを方向転換するときってジャンプしてこう向きを変えてこうなんでしょうねジップラインでこう下ったり上ったりを変えてたと思うんですけどそれが、プレイヤーのね行きたい方向に移動するだけで変わるようになりました。なのでジャンプする必要がなくなったのでリスクがちょっと減ったかなって感じがしますね。まあどっちみちね打たれるリスクをこう回避するためにはジャンプが必要になってくるのでまあジャンプはまあしなくなるわけではないんですけれどもあーやべえミスった方向転換しなくちゃっていう時に普通にジャンプをわざわざね使うことなく方向転換できるようになりましたよというところでしょうかね。まああと細かいねバグの修正がバーっとねあったりしたので例えばジップラインがずーっとついてくるとかそういう風なね状態も大丈夫ですよという風に言っております。
それ以外は、あとはもう X4 の音がちょっとね、音量がうるさかったので、飛行機ですね、飛行機の音量下げたりだとか、ブームボックスの音量下げたりだとかっていうのが、今回のパッチの主な状況になっております。詳しくはね、以下のリンクからぜひとも皆さん見てください。説明欄の方にね、書いていますので、ぜひともそちらから確認してください。というわけで今回はね、こんな形でフォートナイトアップデート情報 7.20 パッチでございました。皆さん、ダウンタイム終わったらぜひともスコープ付きリボルバー使ってみましょう。横につなげちゃったら崩れないかな。オッケー、リンクスちゃんいただき。いやでもなんか、うわ来たぞこれ、ポンプポンプポンプ。さてと、ゆっくりいただきましょうか。これはピーちゃんないパターンか。もうなんか資材が全てオールカンストしてるのかなってぐらい、なんか何も拾わないな。こんなもんかな、何もノーダメでいけたな。ラッキーラッキー。よし、よいしょ。七日さん、バイクは？バイクはね、そうだな、意外と駐車料金が車と変わんないから車って感じかな。案外変わらないんだよね、バイクと車って。大型になってくるとね、原車だったらそんななんか料金とかが自転車みたいな感じでいけるんだけど、大型バイクになってくるとね、自転車と同じところ止められないからね、だから料金的に必然的になんかこう車と同じ料金になるんだったら車でよくねっていう、そういう形ですよ。路上駐車は車庫証明取れない。今建築が、あ、なんかおるやん。てて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 、うぃ、当ててくるね君。突然の敵襲来、そしてオールカンスト素材、みんな素材持ってんな。ピーちゃんいただこう。これで何もいらないですね。鉄も全ての資源を乾燥させ、私はまた空の旅へガオー。あと2人か、これ絶対ここ来るじゃん、 100% ここ来るというか来てるんじゃないのこれ。ちょっと待ってよ、いないかこれ、ワンちゃん。一旦ここに駐車して、でもこんだけ敵倒しても RPG はなかったな。そこだけがちょっとあれだったけど、もう 100% ここ来ると思うんだけどな。ジップラインポジです、来ないね。あっち側か、ブートレイクじゃねえや、タワー方面か。なるほどな。でここにこんな感じで餌を作っておく。そして行く偵察部隊、偵察部隊行きます。もうここにしこたま資材とかが落ちてるからね、ミニポぐらいしか回復はないけど。あーと敵さんはどこなんだろうな、こっち側にいるって睨んでるんだけど、こっち側からなんか来る気配もなかったし、あれかな、あそこの方から登ってきてたらワンチャンありえるな。そうですね、ここら辺だったらワンチャンありえる。てか撃ってね、あれここら辺なんか、
おい、来た。はい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 。いいとこ取りありがとうございます。ジージー。やべえやべえ、このいいとこ取りしやがる。いやー、ありがてえわ、ほんと。ナイスですよ、皆さん、ジジイ。ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。やったー、ほんと。いいねー、砂が当たる。包帯星見の好きやな。そう。なんなんそれ。多分いける。多分激ロジー。オッケー、ナイス。よっしゃー、おっしゃ、取ったぞー。序盤の武器は何が必要かっていうとね、フォートナイトの場合はショットガンを見つけてください。オッケー、来たー、よっしゃー。